リュール戦 TNC-45 型高速戦闘艇は西ドイツのリュール戦車によって開発された高速戦闘艇。またほぼ同型の FPB-44、45についても本校で扱う。1875年の創業以来、リュール戦車の高速艇には定評があり、第一次世界大戦当時には魚雷艇、また戦艦機には S, S ボートを世に送り出した。第二次世界大戦後にも、ドイツ再軍備とともに高速戦闘艇の分野に再参入し、連邦軍の高速戦闘艇のほとんどを手掛けていた。その一つが戦後に新規設計された140型だったが、この艇に着目したイスラエル海軍は、これを発展させたサール型の設計を依頼し、自国で開発したガブリエル艦対艦ミサイルと組み合わせて、 ミサイル艇として運用していた。イスラエルからの発注を受ける一方で、リュール戦車自身もミサイル艇の開発を進めており、これによって開発された艇の一つが本型である。1967年10月のエーラート事件を受けて、西側諸国でもミサイル艇が注目され、本型にも発注が相次ぐようになった。まず1970年、シンガポール及び アルゼンチンによって発注された。1973年には、タイがシンガポール帝の順道形艇を、また、マレーシアも低速の法廷バージョンを発注した。その後、1970年代後半には、ペルシア湾岸諸国の発注が相次いだ。アラブ首長国連邦は1977年、クウェートも改良系を1980年に発注した。 バーレーンも1979年及び1985年に2隻ずつを発注した。船体設計は基本的に同様で全長44.9メートル、幅7メートルである。主機はマイバフハ MD870 シリーズ。また、これを改版したマトゥー 16V538 ディーゼルエンジン4機で4軸のスクリュープロペラを駆動する方式が基本とされた。 ただしマレーシア帝では3機3軸方式とされている。主兵装となる艦隊艦ミサイルとしてシンガポール帝と大帝ではガブリエルを採用したがシンガポール帝では1985年から1992年にかけてハープーに換装した。UAE バーレーンクウェートではエグゾセを搭載しており特に UAE 帝は エグゾセム、MM、m 4 0を搭載して艦隊配備された初の艦艇となった。アルゼンチン艇はミサイルを搭載せず、超魚雷発射艦2機を主兵装とする魚雷艇とされていたが、イントリピダでは1998年に、またインドミタでも2009年よりエグゾセを搭載した。またマレーシア艇は対艦兵器を持たず、法艇として運用されている。艦法は、 東南アジア諸国では、ボフォース社の70合計 57mm 単装速車砲マーク1を搭載した。一方、アルゼンチン及びペルシアアンガン諸国では、オートメラーラ社の62合計 76mm 単装速車砲が採用された。ありがとうございます。